法定斉藤仁選手にお話を伺います。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。えー、準優勝戦、一周目は接戦となっていましたが。はい、準優勝戦の話いかがでしたか。足に関しては、準優もい癒したと思います。はい。今節、結構その、その日によって、調整が変わってくるという,う。そうですね。はい、あの、ちょっと微調整の、部分で、あの、ずれる部分もあるんで。はい。 あの入念にしっかり調整はしたいなと思ってます。うん、なんかコンディションこういったコンディションの方がいいなというのは何かありますか？いや、あの特に水面が良ければ一番いいです。はい。うん、あ、なるほど。まあ合っている時はどのあたりの足がいいなというのはありますか？全部いいと思います。はい。明日調整はどのあたりでしていこうと考えていますか？どのあたり？あ、プロペラとか本体<あ>はい？えっと、はい、プロペラの微調整を中心に、はい。 はいえー、また今節、まあ、スタート野郎決定戦となっていますが、はい、え今日の準勝戦はコンマ10のスタートまた少し深い位置からのスタートとなっていましたがいかかがででしたかそうですねあのスタートに関しては大村ボートさんと、はいまあ、だいぶあの呼吸が合ってきたと思うんで、はい、あのいいスタートで準順勝戦は全速で行かれました、はい、あ、はい、明日3号艇となりましたがコースについてはどのように考えていますか。 ストーバレが遅れない限りは3コースからいきたいと思います。はい、今節離れの足いかがでしょうか悪くないです。はい、それでは最後に優勝戦向けて一言お願いします。はい、えー、スタートから3周2マークまで一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。